これでちょっと、タイムラグあるんですけど、ちょっともう一回、一からやり直しますか。YouTube で、もし質問したい人は多分 YouTube に来てもらった方がいいかもしれんね。こっちの。Yeah, if you have、any question, maybe you should come to YouTube and、ask there, but、I'm not sure if I will answer in English.Yeah, again. So I'm going to speak、Japanese today for Japanese fan. So sorry for that. はい、じゃあやりましょう。結構早速来てますけど、なんかテーマは、テーマはだから特にこのワールドカップだけがですよね。質問来たら、まあ、それでやっていきますけど、一応ねサポートしてもらってます今日、ライターの木崎さんにも来てもらって、なんかいろいろ質問してくれっていう話をしてるんで、まあそのダブルでみんなの質問に答えたり、木崎さんに質問してもらったりっていうので進めていこうかなと思ってます。じゃあ質問していいですか。はいはいはい。アベマの解説がめちゃくちゃ話題になってますけど、どうですか、この僕は予想以上の反響で驚いたんですけど、解説者としての今ナンバーワンと言われるこの状況、どうでしょうか。これ今の皆さん、木崎さんの質問聞こえてます？今の木崎さんの声ぐらいだったら聞こえてます？あ、聞こえてるみたいですね。あ、だ今の感じで多分大丈夫ですね。でだから、解説いや正直あんまり意味が分かってないっていうか、だって Now Voice Live とかでワイン飲みながらやってるのの、ほぼ延長線上でやってるだけで、今までもやってたから、でも別にそんなこと言われたことなかったし、だから今回同じやり方でやったらなんか面白いって話になってて、それはだから僕にとってはまあまあ驚きじゃないけど、なんでなみたいな。そうかな。そう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 。じゃあ緊張とかなかったでしょうか、あんな大一番の解説で。いや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 。緊張っていうか、もうだって練習してないのに緊張もないよね。おう。うん、多分練習してたら、すごい緊張あると思うけど。そう。他なんかあります？いやだからまあ、なんかその例えば、うん、そのなんかさん付けでね、やっぱさん付け、タケはタケだけど、他の選手とかさんとかで、うん、その話題になったりとか、うん、思わぬとこで話題になって、あと、うん、結構相手の選手の顔、この表情、ファールって何だっけ忘れちゃったけど、表情突っ込んだりとか、うん、はい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 、あと松木さん的な応援モードがあったりとか、はいはいはい、めっちゃなんか戦術的なことから松木さんまでみたいな、この幅広さが。でもなんか普通にそのあんまり面白くやろうと思ってるわけじゃなくて、普段見てたらこうなるよねっていうのをそのまんまやってるだけなんで、うん、普通仲のいいやつらとサッカー見てたらまあこうなるよねっていう、うん、だからそれを感じてもらえると嬉しいなとは思いますね。だから居酒屋でアンちゃんと飲みながら見てるみたいな。そう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 、居酒屋に僕がいて一緒に見てるみたいな感覚じゃないですかね。なるほど。でも戦術的な解説もまするそういう単独視点。いやいやもうそりゃそうでしょ、うん、戦術のところむしろ深掘りしまくらないと、ダメだと思いますね。なんか難しさとかはありますか、解説の。なんか映像が流れちゃうとか。なんか実際のスタジアムと、スタジアムっていうか、だからまあ選手たちと映像がちょっとギャップあるんですよね。あ、そうか。気持ちいいですけど。だから、ずっとピッチの方喋ってたら、多分ね、視聴者の人がちょっと遅れてると思う。なんで、そこがちょっと気をつけないといけないポイントで、スクリーン見ながらとかやった方が、
どっちかって言ったら多分、はいはい、はい、いいんですよね、うん、なるほど。たまにずっとピッチの方を見ちゃってるんで、ちょっと僕の方が早い可能性があるかもしれないです。だからピッチを見ながらスクリーンを見ながら今やってるとじゃあ、うん、両方見ながらやってます。さすがですね、そこは視野が広い。それ普通じゃないですか。いやまあでも結構難しいじゃないですか、手元のモニターと両方見るってね、はいはい、まあ確かに。スタジアムにいるのにモニターしか見ない解説者の人もいるだろうし、うんうんうん。でも逆に今までの解説やってた人たちがいかにあの分かりやすいように言ってるように見えて、実は分かりにくかったかっていうことだと思いますよ。確かに、うん、変に説明しようとしてるしすぎてるのがなんか悪循環やったんちゃうかなと思いますね、うん。まあ、よく言うのは SQ ライセンスで習うとそれをそのままみんな解説で言っちゃうみたいな。それ SQ ライセンスがあかんねや出た。いやいやでもほんまにあのこの間あのライセンスの件でちょっと話してて、僕が言ってる主張はもうシンプルなんですよ。ライセンスは残すべきと。あの誰もがやっぱ監督になりたい人がそのなれるように、あの無名の人とかもあのちゃんと資格取ってた方がやっぱオファー来る可能性は 1% でも上がるし、さすがに無名の人がライセンスなくてあのオファーもらえないし、まあビジネスも一緒じゃないですよね。経営者で別に経営者が別に免許いらないけど、やっぱ MBA MBA 取りに行く人もいるし、そういうのはまあ任意にして、でまあプロの世界なんで、まあ、採用して、失敗したらまあ誰が悪いかって、監督も悪いですけど、やっぱりその採用した社長とかクラブ経営者が悪いっていう考え方。でも一方で子どもたちのあの指導者ライセンスはもっと今よりも厳しくするべきだと。だから子どもらがかなり犠牲になるんで、まあ例えば早熟系の子どもばっか評価してたら、晩成型の子はやっぱどうしても不利、体が小さくてボール蹴れない、足が遅い、でも結構アジリティとかボールの判断能力とかが結構いい、よかったらそういう子たちを評価した方がいいわけですよね、小さい時は。そういうことも分かってない指導者がなると子どもが犠牲になってしまうじゃないですか。だからものすごいシンプルなんですよ。だから今ってでも逆なんですよ。あの育成の指導者ライセンスの簡単に取れちゃって、プロの方が難しいんですよ。いやいや逆やろと、うん、なるほど。まあまあじゃあそれを含めて今度ワールドカップのことを聞きたいんですけども、その日本戦どう見てますか。例えばあのこのコスタリカ戦、結構みんな残念でショックを受けた人も多かったと思うんですけども、うんうん、何が悪かったでしょうか。いやもう、いや僕はもうじゃああえてあれですよ、もう前に向いてるという前提で、あのコスタリカ戦のことを振り返ると、一番大きくあのまず最初に議論しないといけないのは、まず支配するという戦い方をまず選んだわけですよね。だからまあ僕らの日本の方があのコスタリカより強いと、しっかり支配して、まあ、相手の自陣で、まあ、チャンスを作っていくっていうね、まあ、これはいいですよ。僕は最初もう最初から相手しっかりリスペクトして、逆に攻めさせる方が思いっきり早く攻めてカウンター狙いでいく方がいいと思ってたんですけど、まあまあ森保さんはそれ選びましたと。だからそこがまず大きく違いますよね、僕と。で選んだ時にそのなんていうんですかね、ポゼッション型のチーム構成やったんかみたいな。あ、うん、メンツと戦術がマッチしてなかったんじゃないかっていう。そうそうそう、それはでもやっぱ思いましたよね。例えばパッと見て僕やったら、あのボランチのところとか、うん、もっとボール出せる選手を選ぶとか。あ、渡るはかなり安定してるし、別に攻撃参加もまあできなくもないけど、でもあのパサーかって言われたらそうじゃないし、うん、でやっぱり渡るのところとか、もしくはあのユートとかマヤが持った時のその鎌田さんとかが微妙にちょっとフリーになる時間があるんですよね。だからあそこからさばける、裏に出せるやつがいたら、あそこに時間があったんですよ。なるほど、うん、だからあそこからボール出せる人がいればもっとチャンス作れたかもしれない。
鎌田選手は今すごい不調って言われてて、メディアのでも不調論があって、そんで本人もそのそれになんていうか、なんで悪いかわからないみたいなコメントをしてるんですが、鎌田選手の出来どう見てますか？まあ本人が気づいてる通りじゃないですかね。この間もあの微妙なところがずれて、技術的なミスがやっぱ多かったですよね。で、紙一重なんですけどね、あれが通ってたらやっぱアシストにもなってるみたいなところもあったしとか、もちろん特定になってることもあったしとか、だから本当紙一重なんですけど、その紙一重がいい方向に来ない感じはやっぱりもう不調と言わざるを得ないですよね。同じトップ下としてどう見ますか？トップ下鎌田。でも鎌田さんは僕はトップ下と思っていない。そう。あのプレースタイルはトップ下よりもうちょっと後ろの人のプレースタイルかなっていう感じはするよね。それはなんでなんでしょうか？あんまそのフォワードとの連携みたいなことを重要視してる感じがしなくて、なんかトップ下にとってなんかラストパスへの意識とかめっちゃ高いんですよね。で、良くも悪くもミスもするんですけど、でもそこから絶対何か生まれさすみたいな。で、あんま砂漠意識とかよりもやっぱりゴールに直結する動きとかがあのコンビネーションを意識してるんで、その辺がなんかフォワードとの絡みよりもそれ以外との絡みを重要視してるなっていう意識が、強い気がしますね。スパチャーを今いただきまして、ハッピーラインさんで、不調は科学的にどういうことですか？まあ、そういうスランプとか調子が悪いとかっていうのは、まあ、原因を教えてほしいってことなんですかね。科学的にどういうことですか？全然分からん。これでもなんか例えば多分スランプを研究してる人がいっぱいいて、そのサッカーに限らず、でなんかこの間面白い話があって、室伏さんと話した時に、その同一同じ動きを過剰にやってる人、過剰なんですかね、まあそう同じ動きですよね、そのセーブムーブメントをもうずっと過剰にやり続けてる人はスランプになりやすいっていう話ですね。そうだって、ブロシさんとハンマー投げで何回も同じ動作してた。いや意外にそうじゃないんですよね。いろんな動きをやったりいろんな練習をやるんで、だから多分同じような動きばっかする人は結構そういうスランプに陥りやすい、パターンに、まあ、これはなんか仮説らしいんで、まだ何件実証されたかどうかは分かんないですけど。あ、またスパチャ来ました。東町さん、岡田ジャパンの2010ワールドカップのような戦い方がやはり日本には合うのでしょうか？いや合うっていうか、今それあの時と今は違うのは、はい、あの時はもうそれしかなかったよね。選択肢はなかった。なかったですよね。選手の質が低かったってことですか？まあ、自分が出てて言うのもないけど、まあそれは仕方ないかなって、それ事実だったと思いますね。で今はそうじゃないし、その後は日本がもっと世界に出てプレーして活躍してる選手が、まあヨーロッパで経験した選手たちがワールドカップに出てるんで、多分もう少し違う戦い方できるんで、それは多分やり方はあるんじゃないかな。引いて守るにしてもちょっとやり方が変わってくるっていうことですかね、きっと。攻め方が、取った後の攻め方はもう豊富な形でできるよねっていうところですね。2010年の時は本田選手が巻いて、本田さん任せましたみたいな、ロングボール出してキープしてくれみたいな戦術でしたよね。戦術本田圭佑みたいな。いやいや、まあロングボール、そうですね、ロングボールでまあボールが来るっていうのを、まあいかに抑えるかっていう、まあでも今はでも、あんまそう考えたら、でも、今回だから、下手に、スペイン、だからスペインまで勝ち点3はいいじゃないですか。でもなんかドイツに勝っちゃって、
コスタリカに負けるより、なんかやっぱ逆の方が良かったですよね。あ、そうですか。スペインドイツにちゃんと負けて、ちゃんとコスタリカに勝った方が、なんか、もし仮にこれで予選敗退しても、うん、なんか、それはそれで、ちゃんと進んだ感を、例えばちょっとでも感じるには、そっちの方がいいと思うんですよね。なるほど。うん、なんか、まあ、言い方悪いですけど、やっぱりすごいこう、強運だったことは間違いないわけなんで、あの強運を何回もやるっていうのはやっぱすごく難しいし、再現性がね、再現性がないんで、今のところだからこれなんとかスペイン戦やっぱり見返したいっていうのが、まあ選手スタッフみんな思ってる、日本ファンもみんな思ってることですよね。じゃないとこれでこのまま敗退したら、まあ、ちょっと日本のまあサッカーの未来が、うん、ちょっと心配になる、うん、いい選手多いんですけどね、でもやり方次第かなっていう、うん、あのすごいスパチャがいっぱい来てて、本田さんが今言ってる間に使ったんでちょっと紹介したいんですが、うん、南波さん、本田監督なら三笘選手をスタメンで使うか、途中出場でジョーカーとして使うか、どちらで使いますか。うん、誰、三笘さん、ジョーカー、三笘さんジョーカー、あー、ジョーカー使います。ジョーカー、あ、先発じゃない、先発論今すごい盛り上がってるんですけど、ね、いや僕もあの今回のスタメン予想っていうかスタメンはあの三笘さんの加え入れてるんですよ。ああ、そうかそうか。そうそうそう。でもそれはもうなんか追い込まれたからですよ。ああ、うん、ここからはもう1戦目2戦目戦略的にジョーカーとして三笘さん使ってきたけど、やっぱもう一回全部見てみたいじゃないですか、うん、最初から出したらどうなるのか。あ、なるほど、うん、どうせスペイン戦かなり厳しい試合になるんで、なんか最初からそれだったら試してみたいなと思います。もうスパチャ来まくってて追い切れてないんですけど。え、そんな来てます、はい、こっちの画面とちょっと違うのかな。そっちでも拾ってください。かなこさん、本田さん日本代表の監督やってほしいです、そういう声が多いです、いかがでしょうか。いやいや、もうあのオファーあればいつでもやりますよ。ないですよね。え、ライセンスないけど、まあ、受けると。ライセンスはあの今もカンボジア代表で、ライセンス持ってる人と一緒にやってるんで、まあ、そこは多分クリアできるかなと思います。うん、じゃあディラン村上さん、本田 GM こんばんは、スペイン戦久保選手を起用したいかどうか意見を教えてください。タケはね、僕だったらスペイン戦スタメンですね。おお、うん、それやっぱスペイン戦で特別なんか思いがある。いや、僕は全試合スタメンでって言ってたんで、僕は、うんうん、でもこの間外したんでね、うん、でもドイツ戦の前半戦は良くなかったのは僕は竹のせいやと思っていないんで、うんうん、やっぱこの間のね、あの伊藤純也さんじゃなくて伊藤弘樹さんの、うん、あの三笘さんのパスの話も出てたじゃないですか、はい、あれも結局なんかベンチからはそんな風なこと言ってたみたいな話をなんか聞くんですけど、うん、いやでも監督が言ってなかったら意味なくて、うんうん、だから監督が言ってたかどうかは結構あの不確かというか、うん、そんな情報どこにも載ってなくて、うん、だからやっぱコーチング一つでやっぱ選手って本当良くも悪くもなんか一流にも二流にもなりうるんで、あの試合良くなかったとするならばやっぱやるべきことが明確じゃなかったんじゃないかなと。だって後半多分出るイメージなかったと思うんですよ。で、ユートが前半交代して、俺なんで交代するのかなと思ったんで、いや交代戦で、まあよ、まあ、そんな悪くなかったし、ユートは。むしろユートはあれがもう今の現状のユートだと思うんで。3バックにしたかったんでしょうね、その森保監督は。でも3バックにするなら、長友選手が3バックのセンターバックやったから、そこを入れ替えたかったっていう。うんうん、あと、伊藤洋輝選手のマネージャーに会ったら、本田さんに感謝してました。あの、やっぱ個人攻撃みたいになってるのを、本田さんのツイッターで何か。そうじゃないだろうっていう意見を言ってたのは、うん、まあ、伊藤洋輝選手マネージャーは感謝してましたね。なあ、でもまあか僕はその普通に見てあの気持ちが分かるというか、あのもっとつけろってファンは思うし、俺もご挨拶してて思いましたけど、でも選手って違うことをやれとか違うアイデアをやれって言われた時に当たり前に見なあかんところ見られへんもんなんで。そう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 。ほんで別にマークあれフリーのように見えてコスタリカの人もいるんですよ。あ、まあ、いましたね。
うん、だから多分あのとこにつけたらつけたで三笘さん結構がっつり行かれる可能性はあるんですけど、そこの練習とか指示をどういう風につけて、別に1回でやらなくても1回もう1回戻してもいいわけで、2人で崩していけばいいんですよ。あ、そういう練習とかもやってない感じだったから、まあ、そうでいいが問題ですよね。練習はしてないでしょうから、だから酷な要求だったかもしれないですね。そうそうそう、だちゃんとしとこはダメですね。スパチャも決まくってて、ちょっとキングガングさん、決戦を前に本田さんならスペイン戦どう戦いますか。まあちょっと被ると思いますけど。ね、ハメに行くっていうことを考えると、まあ3枚なんですね。で、後ろは3枚にします。で、中盤がもし2枚だったときに、1枚余っちゃうんですよね、うん、だからそこ怖いんで、それをもう一個防ぐなら352にして、がっつりハメに行く。でもこれはリスクです。もう1対1みたいになるんで、もうマンツーマンディフェンスみたいな、うん、そうそうそう、みんな覚えてるか分かんないですけど、昔ビルバオ、スペインのビルバオにのビエルサっていうアルゼンチンの監督がいて、その監督が一番絶好調だった時のバルセロナと対戦した時に、もうフルコートマンツーマンやったんですよね。うん、まあでもめちゃめちゃ強いからめちゃめちゃ下がらされるんですけど、やっぱバルサがつなぐから、でもそれでもちょっとでもバックパス消耗ならどんどんライン上げていって、でバックパスの質悪かったら本当ゴールキーパーまでも行くぐらいの、確かフォワードジョレンってやったんですけど、あれが僕鮮明的で、めっちゃ強い相手とやるときはやっぱ本当にビビらすためにはフルコートマンツーもあるかもしれないです。でもその時相当フィジカルに長けたやつを入れないとなんです。ちなみにドイツがレーブ時代に累積に系のチームとマンツーマンでプレスかけたら0-6で負けました、ドイツ。じゃあ参考にならない。いや全く、まあね、だからやっぱりその練習をやっとかないとできないよね、うん、要するにマンツーの練習をやっとかないと確かにできないよね。空振りはあるかもしれない。まあじゃあちょっと本当にいっぱい来てるんです、すみません。ドリッピーさん、ツイッターに投稿された、正直に言うと森保さん対してツッコミどころが多かったという言葉がニュースになってました。メディアから森保監督に変な批判が向いてしまう可能性もあったと思うのですが、次のスペイン戦を見越して日本のためになる何になるか、ためになる何かを意図しての投稿だったのですか、うん、そうですね、あんまね、なんか立場上難しいんですよ。僕がこれ今回一応解説の仕事で来てるでしょ、はい、うん、僕がもうほんまこれ旅行で来てたら、もう多分もう批判の嵐して、放送禁止になってましたね。うん、多分放送禁止用語ガンガン使ってたと思うけど、でもやっぱりそれはちょっとなんかやっぱまだもう一線あるし、うん、可能性も低くてもゼロじゃない。多分次のだって 10%20% 勝つ可能性、いける可能性あると思うんですよ、はい、ただものすごい難しいのは難しいですよね、うん、だからまともに戦ってはいけないし、ドイツ戦の前半みたいにめちゃめちゃ攻め込まれることも覚悟しないといけないんで、なんでまあなんとかコスタリカ戦の後もまだ可能性があるんやから、まあちょっと抑えて、批判とか森保さんに言いたいこともいっぱいあるけど、まあちょっと抑えましたね。なるほど、うん、まあ、じゃあちょっと本当に来てるんで、ジャニアスケさん、私から日本代表監督とオファーをさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、これは質問じゃないですね。はいはいはい。ベンチッチさん、スペイン戦は遠藤選手の出場が厳しそうですね。遠藤選手の代役は誰が最適だと思いますか。予選でミスがあった島崎選手の起用はあると思いますか。田中さん使うんじゃないですか。田中を。うん。田中をともりだろコンビ。うん。それはなんででしょうか。田中さん、ドイツ戦出たし。なお。まあ川崎でやってるね2人ですし、うん、なんかもう今日こうめちゃめちゃこう プレーのフィーリングが大事なんで、直近であの負荷を知ってるっていう田中さんが出た方が安定感を増しますよね。ただ僕個人的にはね、ガークと一緒にプレーしてるし、応援してるから、それはもし出れる出れるならね、出てほしいけど、はい、多分森保さんは使わないでしょうね。なるほど。あと、リーダーさんの方は、かなり高額のスパチャをしていただいて、まあ、このメッセージはないんですが、ありがとうございます。で、PDM さん、年収ワークライフバランスから逆算して職を選んでいる新卒社会人です。
学生時代に部活や趣味にかなり打ち込んだタイプなのですが、うん、興味関心というよりは豊かに暮らすためのツールとして働いている感が強く、うん、最近仕事を頑張れていません、うん、どうすれば仕事に打ち込めますか。でも難しいですね。珍しい、まあ、人それぞれですよね、うん、でもお金のために働くとやっぱりそういうことになっちゃうんで、こうなんとか楽しくて仕方ないものを見つけられるといいですけどね。でそれを職にできるといいんですけど、うん、次はゆうたさん、次はインスタ選手と解説ですけど、どういったことを聞いたり話そうと思っていますか。もう不安しかないですね。語学がもう日本語とスペイン語で誰が通訳してくれるのかっていうので、そのやり取りがライブなんやとしたらもう 間が不安でしかないですね。あ、そういう間嫌いなんですね。通訳も余計厳しいですもんね、本田選手ね。だからやっぱり英語を喋ってカンボジアでも直接伝えたいし、でも一応カンボジアはみんな一応英語を喋れない選手も何人かいるから、まあ、通訳入ってるんですよね。できるだけ短く話すとかね、なんか工夫しないといけないですよね、あれ。でもイニエスタ選手はずっと見てたバルセロナの中心選手でしたから、ある意味見てた選手で、なんか不思議な感じもしますけどね。いや、僕が一番サッカーを見てた時のもうバルセロナの中心選手なんで、いやいや、そういう意味ではもうお手本ですよね。まあ勉強しまくりましたからね。なんか感謝とか伝えるんですか、それとも普通にフランクに会うみたいな。だって仕事でしょ、これ。うん、仕事です、ね。プライベートだったら、そういう話をするけど、そんな時間ないんで、はい、まあ、なんか、うん。でも今のスペインは正直、イニエスタみたいな選手いないんで、あ、僕はまだまだ、完成、でも完成度が思ったより高いんですよね、スペイン。めっちゃ強かったですね。びっくりしました。調整してきたら、ルイス・エンリケ、さすがやで。うん。これはさすがの、本田圭佑も褒めたと、スペイン代表は。いや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 。すごいよ、スペイン。そうそう、本当スパジャー来てるんですよ、読まさか。はいはいはい。17ヤッチさん、本田さんが日本代表監督だったとして、ワールドカップのように短期決戦においてターンオーバーは必要だと思いますか、ベストメンバーを組むべきだと思いますか。ターンオーバーについての質問ですね。いやいや、試合によるかな。あ、うん、でもコスタリカ戦はターンオーバーいけたね。あ、弱いから相手が。弱い。まあ弱い、まあそうね、そんなに強くなかったんで、それを 見越してやるのはありかもしれないですね。うん、じゃあ相手によるということで。うん、ファザー&マザーさん、ミスターチルドレンの曲を聴きますか、好きな曲はありますか。聴きますよ。もうミスチル世代ですから。あ、ね、世代的には。じゃあ曲を教えてください。いや、いっぱいありすぎて。うん、いっぱいありますね。あと、王道で言ったらどうなんですか、終わりなき旅でしょ。ああ、出た。それはもう王道でしょ。王道でしょ。はい、うん、今の若手はミスチルじゃないんですよね、乗るのが。なんか昔はミスチルで日本代表が一つになれたのが、今は一つになれないらしいですよ。じゃあ意味がわからん。代理人の人に聞いたんですけど、若い人はもう違いますか、曲が。昔は日本代表、本田さんが行った時はミスチルで一つになれたけど。いやいやいや、別に僕らの時も別にミスチルの曲全員のところで流してるわけじゃないからね。あ、そう。うん、キャプテンのマコがずっとミスチル聴いてただけで、別にそれぞれ全員ミスチル聴いてるわけじゃないんで。あ、誤解あるとこは。うん。だいぶ誤解ありますね。それは全員ミシルを聞いて育ってきましたよ。それはでも、なんていうか、試合前にミシルを聞くかっていうのは選手による。ああ、そうか。うん、僕もそれはミシル聞くこともあったし、ミシルを聞かない時もあったし、僕はあんまりその、この、なんか勝負時の曲は別にこれって決まってないタイプなんで、でもなんかよくよく聞くと、マコはもう絶対にミシルとかっていう話ですよね。うん、ジムでミスチルとか流すのはどうなんですか。ジムでみんなでやるときに誰か音楽選ぶときミスチル。いや、だからミスチルが流れたこともあったかもしれないし、それ以外もあったありましたよね。あんまりなんかこれもうなんかめっちゃミスチル一色やったっていうことではないと。あ、そうですね。もういっぱい来てるんですけど、ポッキーさん、ライセンスを取って日本代表の監督になる気はありませんか。個人的には取ってもらっていち早く日本代表監督を目指してほしいです。まあこれはまあさっきもね出たわけですけども。うん、僕はね、取ろうと考えたこともあるんですよ。身内にもね、周りにも取ったらどうかっていうことも言われるし、提案されるために考えてきました。でも僕がこのライセンスに対するこの今言ってる主張、要するに任意にするっていうことの主張、エンターテインメントなんてサッカーはやっぱファンが見に来ないと意味ないし、
で医者の免許や運転免許と違って別に人の命を預かるような資格でもないし、楽しませてなんぼなわけじゃないですか。でプロの世界ですよ。もう任意でいいんですよ。これを取ってしまうと、なんか取ってから言えよっていう人が多いんですけど、もうほんま分かってないなと思うんですけど、それ取ったらまたこれに屈したことになるんで、変わんないんですよ。変わんないんです。だからこれをわざと取らないっていうところに今こう目を向けながら今日本サッカー協会にアプローチしてますし、ちょこちょこ今 FIFA にもアプローチし始めたりとか。でも FIFA 管轄じゃないですよね。UEFA なんですよね。あ、そうですね。うん。まあ、昔ベッケンバウアーと、ベッケンバウアーとクライフは俺に誰が教えれるんだって言って、まあ、相手が与えに来たっていうエピソードがありますけど、それそれだと、それや、分かった、渡してこいと、俺に渡してこいと、いやいや、俺に渡してほしいっていうよりは、今プレイしてるような人たち、レジェンドの人たち、まあ今回シュンさんも今年辞めるよね、はいはい、で今よく日本来て解説やってるトゥーさんとか、うん、じゃあ安倍さんも辞めるかな、はい、そう ね、で現役で言ったらまだ新次さんもやってるし、稲さんもまだプレイしてるでしょ、うん、こういうレジェンドの人たちが別に今すぐ J1 の監督になれるわけですよ。でそれを言ってます。なるほど。僕そのものよりは、僕は J リーグ のチームの監督をやるつもりはさらさらないですし、うん、だから全体的なことを考えて、まあ、ビジネスを考えて、そうそうそう、ちょっとやっぱ地方のねクラブ人気ないところも多いから、それでね、そうなんですよ、すぐにスーパースターが来てくれたら、はい、はい、じゃあそうね、もう質問はすごいんで、革命家さん、うん、北昇で一緒にサッカーしたメンバー覚えてますか。北昇、懐かしいな、全然覚えてないけど、俺の友達はだから同期連れがおるから、それやりましたね。なるほど、はい、まあ、ガキ大将だったわけですね。なんでそうなの。YS さん、日本が強くなるにはビッグクラブが必要と言ってましたが、具体的に今の J リーグで面白そうなチームありますか。江戸オールユナイテッドしかないですね。出た。J リーグじゃないですけど、まあ、将来の J1、将来のビッグクラブです。皆さんね、知らないと思いますけど、本田選手が関わっている江戸というね、チームがあって、一部に上がるんですよね。そう。駅の小学当たって、本田 GM がやってるんで、まだ。興味がある方はチェックしてみてください。いやいや、ほんまに今のうちっすよ。もう リアルサカツクですからね。創立3年目、3年連続昇格。しかも2年目もコロナのおかげで、コロナの奇跡って言われてて、今年ももう無理やと思ってたら、ほんと大逆転で、劇的な昇格で。うん。これね、今なんかグルームみんな身内で集まって今、クラブ盛り上げてやってるんで。今どれぐらいかな、120人ぐらいのオーナーでみんなで盛り上げてるんですよね。すみません、もう質問がそれでまたいいですか。はい。世界史 B ランクサポートの。めっちゃやりづらいやん。いやいや、まあまあいいです。クルトワ戦、まあ、ベルギー戦のクルトワの対しての無回転フリーキックはこんなところに来ると言わせたかったんですか。まあ、前回のワールドカップのことですかね。うん。うん、いや、もう。あれの、なんて質問だなんて。ああ、無回転でこんなところに来ると思わせたかった。まあ、だから驚かせたかった。こんなところに来ると思わせなかった、言わせたかったんですか、まあ、何ですか、ね、いやいや、まあ、なんか、でもまあ、球は良かったけど、ちょっと多かったよね。ああ、見てから動い、うん、見てから動けた、ね。そう、クルトワは、もう全く動かなかったんで、まあ、あのレベルのキーパーがあの距離で動かなかったら、僕の、シュートレベルではやっぱ入らない。わかりました。佐藤さん、リトルホンダさんに聞きたいのですが、今後は何をやっていきたいですか。今僕がやってることは、3つに分かれてて、その投資業ですね、まあ、スタートアップに投資する投資業と、サッカーですね。だこれはプレイヤーとして監督として今やってます。でもう一個は教育ですね。で教育にも長年こうずっと自分は携わっているんで、この3つが僕のライフワークになってやってるんで、これを3つを今後もやっていくっていう考えは基本的には変わらないです。じゃあ、ヒクソン・グレイシーさん、ケイスケ・ホンダさんの優勝国本命は？ドイ、ごめんなさい、ブラジルなんですけど、はい、個人的には、アルゼンチン。おお。あ、じゃあ、今日夜負けるかもしれないですかね。敗退の可能性ありますからね。アルゼンチン？うん。ポーランドに負けたら。引き分けでもダメかも。ポーランド今2連勝でしょ？ 1 位です。でも落とすと思うんですよね。
落とさない。落とさないなら落ちる可能性もあるから。え、ポーランドも、うん、え、相手はサウジが上がる可能性があるってこと？もう一個どこだっけ？サウジ、アルゼンチン、メキシコ。メキシコが今勝ち点0でしょ ?1 でしたっけ ?0 か1か。あ、そうか、だからサウジ、そうかそうか。確かにサウジが勝つとは思えない。最下位だ、メキシコは。うん、まあまあまあ、わかんないですけどね。うん、まあ、アルゼンチンがメッシを応援してます、ちょっと。わかりました、はい。カタールでカズさんとお話しする機会ありましたか？ああ、会ってないですね。なんかヒデさんも来てるんでしょ？はい。ね。写真写ってましたね。どこにいるんですかね。なんか、FIFAの方に呼ばれてるんですか？なんですか、ね、なんで来てる、なんか仕事来てるんですか？そこまですまない。ちょっとフォローできてます。うん。アベマ？ FIFA やね、はい。うん。会ってないですよ。はい、うん。いや、もうすごいですね、質問スパチャが。深澤さん、日本はアジアでボールを握って、ワールドカップなど、競合相手に守備的でカウンター主体の戦いを強いられるので、スタイルに一貫性がなく成長しているのか疑問です。どう思いますか？スタイルに一貫性がなくて成長しているのか疑問です。うん。ですね、いや、難しいこと言いますね。でも、サッカーはみんなそれで苦労しまるっすからね。やっぱ万能な戦術はないんで、状況に応じてやっぱ変えると、そう思われがちなんですよね。でもやっぱり一個だけの戦術で勝ち続けるって、まあ、バルサとかがやっちゃうし、マンチェスターシティとかがやっちゃうから、なんかそれが正解みたいになるんですけど、選手のレベルがあれは飛び抜けて高いから、まあ、相手に合わさず自分たちのスタイルを貫いてやれるんですけど、今の日本代レベルじゃちょっと厳しいんですよね、変えないと。なるほど、まあ、変化するっていうスタイルもあるってことで、なベースは変える必要はないと思いますけど。コウキ S さん、テレビ局員です。日本サッカー界を盛り上げるために今の日本のメディアに求めることは何ですか？いやでも今回はでもネットでねワールドカップが見れるっていうのは初でしょ、はい、うん、だからそのネットメディアがもっと盛り上がってくれればなんかなんていうんですかね、ちょっと今までとこうサッカーの見方がちょっと変わるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。なんか若い子たちがねスマホでワールドカップを見てるっていうのは今までにないわけで、うん、でもまあ日本の場合ちょっとに J リーグは人気がねちょっと今一つですよね。プレーしますか、本田選手は。ちょ、そんなんで解決しないんですよね。あ、そう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 。もうちょっとやっぱちゃんといろいろこう盛り上げていかないといけないのは、もう本当簡単な話じゃないと思います。はい、すみません、もう質問すごくて。福さん、解説席から見た景色とピッチ上の判断は、本田さんだとどの程度判断差が出ますか？まあ、上から見たのとピッチレベルで見るので判断差は出ますか？出ますね。上から見てる方が有利だと思います。おう、だから今よくそれで上とつないだりすることも、あ、そうですね、やってますよね。OK になりましたから、ね。そうそうそう。だから、ちょっと次の試合は、あれですね、アベマの解説をちょっと森保さんの耳につないでもらうのがいいかもしれないですね。中継の、ね、音声、ね、はいはいはい、はい、ここに差し込んでもらってね。森保さんのための情報だけではないんですけど、はい、普通の解説やから。でもそれを参考にしてもらうのは面白いかもしれないです。それは新しい FIFA のびっくりのまさかの本田圭佑指示みたいな、はい、まず次に行きます。トリッピーさん、うん、クリスティアーノ・ロナウドが批判されていたことについてどう思われますか？いつですか？まあまあ、あれですか、ね、マユ、まあ、で言うあれですか、ね、マユ失礼な態度を取ったという、うんうん、別に普通じゃないですかね。まあ普通だと、本田さんにとっては普通ですね。いや普通ですね。だから別になんかあれでしょ、要するにパフォーマンスが微妙だったわけでしょ。いやまあそうですね、うん、もう普通ですよね。それはしょうがないです。もうクリスチャーノ・ロナウドの年俸から考えたら、それは叩かれます。逆にイニエスタが日本で叩かれてない理由は僕は分かってないんで。そこはね、リスペクトある国ですから。じゃあ次行って。めっちゃ話揃わせやん。いやいや、もうすごいんだって質問が。質問がね。これでも全部拾わなくていいんですよ。あ、いいのこれ。なんか拾、できるだけ拾って、拾えなかったやつは、やっぱ、ちょっとまた、なんか、拾いたくなっちゃって。頑張る、拾いましょう。じゃあ拾えるだけ拾いましょう。カズ西井さん、本田さん的にグループ1位2位はどっちが突破してほしいですか？まあドイツ、スペイン、日本の中でどこが1位でどこが2位になってほしいか。ね、だからドイツとスペイン、あ、ドイツと日本にしましょうか。ドイツと日本はもう無理なんじゃないですか、多分。え、無理？うん。ドイツと日本は無理だ。勝ち点で無理か。ドイツが勝ち点で無理か。8-0とか9-0の勝ち方だ。え、でもあり得るでしょ。
あるかなあ。そっか、まあ、890ありと考えたらあり。ドイツのサッカーはあるでしょ、あのバイエルンのやり方やったら。したらね、確かに、うん。じゃあドイツと日本、日本とドイツ。うん。わかりました。サークルからプロを目指す大学生、アトゥーキさん、カンボジア代表監督を務めたのは日本が代表監督としてのワールドカップ優勝するというビジョンがあるからですか。うん、まあ、カンボジアの代表監督だったのは、うん、日本代表監督として、はいはいはい、ワールドカップ優勝するためですか。そうですね、あの日本代表としてもそうですけど、まあ、監督としてあのワールドカップ優勝を目指してるんで、まあ、その第一歩として、カンボジアの、指揮をすることを決めましたね、うん。内田さん、教育関連のスタートアップを経営しています。本田さん、いつか話を聞いてください。これはどっかで縁があればっていう感じですかね。ぜひぜひ。マサさん、今なんかじゃあスタートアップの話、はい、ちょっとだけ触れていいですか。はい、あの投資を僕にしてほしかったら、やっぱそのちゃんとした人からの紹介で来るべきです。あ、サイトとかにもう来てるようじゃダメです。ダメ。あ、うん、DM とかやってるようじゃダメです。それだと信用得られない。うん、どんだけ DM 受けてるかもうちょっと考えてほしいです。なるほど、凄まじい DM が来てるわけ。そうだから、ちゃんと聞くんで話は。僕ほんも紹介来た時大体聞くんで。なるほど。ちゃんとした僕が仲良くしてるような知り合いを調べて、そこからちゃんと紹介をしてもらうべきです。あ、でその人間だから、紹介者を僕に紹介しても恥じゃないと思われる人間になれば紹介してもらえるはずなんですよ。そうしたら話絶対聞きます。どんどんどん、そういう人づてに本田さんにつながれると、開拓するできるようじゃないとスタートアップの社長にはなれない。これ僕だけじゃなくて他の人に投資してもらいたかっても一緒ですよ。アプローチの仕方気をつけないと、絶対に永久にピッチなんか聞いてもらえないですよ。わかりました。じゃあ、マサホトさん、今の日本に足りない要素、これからの日本に必要な要素は何でしょうか。いわき FC のようなフィジカルだと思いますっていう、この人のフィジカルだと思います。で、本田さんは何の要素が日本に足りないと思いますか。全部ですね。全部。うん、技術、フィジカル、まあ、心理的なメンタルですよね。まあ、まず心技体と言われるものは全部やっぱ必要なんじゃないですかね。本当もうすごいですね、コスパチャが。井上さん、本田さんみたいな方に不正に進出してほしい、うん、政治家になってほしい。うん、ないですね。わかりました。サリさん、テノリ、ブスケツ、ガビの分析をお願いします、うん。まあ、あのスペインのスタメンの中盤3人でも完成度を思ったより高かったですけど、守備のところはブスケツまだまだ穴なんで、その取り方をうまく取れれば、結構あそこのスペース、横のスペースを強気に、うん、ついていけるいけばチャンスあるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ次出ないですよ ね。そうそうなんですよね。うん、イエローがあるから、まあ、だから逆に厳しいですよね。ああ、そういう時は嫌だと、うん、出てきてほしかったですね。なるほど、わかりました。じゃあ、アーさん、本田さんと同い年のものです。本田さんのように自分に打ち勝つ精神を継続するにはどうしたらいいですか。あんまだから、結果にだけこう左右されないようにするっていうところですかね。好きなことを見つけたら、まず大きな目標を持って、で、まあ、何行動し始めるわけですけど、まあ、その途中の挫折、挫折は、まあ、あの、もう絶対にあるんで、それをしか受け入れるってことですかね。おお、ちょっとヒアーさん、本田さん、ジェフ、千葉を J1 に導いてください。それはもう、千葉のレジェンドたちにお願いしてください。ああ、安倍さんもさっき言ったね、いますしね。そう、安倍、そうですね、安倍さん、うん、いいですよね。SR さん、監督業をやりながらプレイヤーであり続ける姿勢がかっこいいと思います。現代サッカー界における三国志の曹操ですね。今後、プレイヤーとしては何を目標に活動されていきたいですか。いや、ここで曹操出るとは相当、あれですね、普段から僕が蒼天航路を大好きなのは知ってますね。分かってますね、この人ね。でも、変わらずですよね、さっき言ったように。投資業、サッカー、教育、ここをやっていきますよ、3つとも変わらず。うん、で、プレイヤーとしての目標っていうことなんですけど。どっかで言ったか分かんないですけど、20カ国、1部リーグで20カ国で得点を取りたいんで、
膝が持つ限りは。今何カ国でしょうか。今9かな。今9でもう膝は膝ボロボロなってるさ。やばいですね。あと11年ぐらいやるわけですよ。いやいやいや、やり方はいろいろあるんで。ああ。毎年1年もやらなくても半分だけやるとかいろいろできるんで、そしたら半分ぐらいに時間は短縮できます。じゃあ次の質問で、イエティエイトさん。日本代表の監督はどういう監督が合うと思いますか。どういう監督、うん、まあ、今難しいわけですよ。いろんな監督にも断られてるし、レイブにもあったそうですけど、レイブにも断られ、ビエルサにもあったけど断られ、次の監督は、まあ、難しいわけです。まあ、あの、来ない前提でちょっと 半分冗談で半分本気で言うと、まあ、僕にオファー出せば話は解決するんじゃないかっていう。いや、でも僕、あの、来年の5月まで契約あるんですよ、カンボジア代表と。だから、そこまで待ってもらわないといけないんで、あの、それでよければって感じです。わかりました。はい、田川マー君、頑張れマー君って言ってもらいたいです。心身ともに健康にして強くなりたいです。頑張れマー君、お願いします。はい、あの、頑張ってください。頑張れマー君って言ってくださいじゃん。頑張ってください。マー君って言ってくれってことじゃないの。もう3回打ったね、君が。僕がでしょ、うん、素晴らしい。そこが天の弱だから、本田選手。じゃあ、次です。徳田さん、僕はネガティブな経験が視点を生み出し、その視点が芸術性だと思います。怪我であったり、幼少期のある意味、トラウマのようなネガティブな経験がタッチなので芸術的なプレーを生み出していると感じがありますか。まあ、トラウマ、ネガティブな経験が芸術的なプレーの元になる、はいはい、という感覚あるんでしょうか。全然意味がわかんないですね。難しいですよね、今の質問ね。うん、まあ、多分ない。じゃないですか。逆に悪い方に行くんじゃないですか。お、うん、やっぱり恐れを感じてるはずですから。なるほど、うん、なんか前もこれあったなみたいな感じで、多分ミスにつながる方の方がなんかイメージとして強い気がしますけど、もしかしたらトラウマっていうぐらいだから、そのサッカー外の経験かもしれないですけども、うん、まあちょっと、まあ、難しいですけど、はいはいはい、バックパスはもうしませんという質問の方からの質問で、日本代表の監督になってほしいです、いつなれますか。アベマの解説すべて当たっていたし、フォーメーションも本田派です。まあこれ個数も多いですね、やっぱね。なってくれと。いやだからあの、全然だから何回も言ってるように、あのライセンスなくてもできるし、まず任意にすべきだし、オファーあればあのいつでもやります。ウィンスレッドさん、夢や目標は紙に書いてますか。書いてるならばメリットを教えてほしいです。忘れんすよね、人って。の。やっぱいろんなことあるじゃないですか。うん。で、やっぱノート書く意味は忘れないようにする。うん。もうビル・ゲイツがあの目標を実現したかったら目標を忘れないようにしろって言ってて、うん、こんな素晴らしい言葉ないなと思ってて、やっぱ人って忘れるんですよ。なるほど。だから書くのは大事だと、うん、見えるところに貼っとくべきです。野原ひまわりさん、田中碧選手は今後日本にとってどういう選手になっていくと思いますか。全然わからへんな。なんかどこなんかめちゃめちゃあれだよね、指導者向き質な。あ、そう、なんか早く引退して、しましたね、監督になりたいってましたね。ね。で、賢い、すごい賢い。ね。だから、先日の、その、なんていうんですか、理解能力高いんですよね。うん、もう、だから、うん、活躍できひんくなったら、さっさとやめんじゃないですか。監督になってほしいと。うん。はい、わかりました。坂崎さん、歴代の日本代表一人を今の日本代表に入れるなら、誰をスペイン戦で使いますか。選手？はい。歴代の OB で。めっちゃ難しいね。はい。めっちゃ難しいね。難しいと。本田圭佑って言えばと思ったら違うと。いやいやいや、そんななんか簡単な話じゃないじゃないですか。だって真剣に考えていけないでしょ。うん、相性とか、スペイン戦、どんななるか、これ結構深い話なんで、ちょっとなんか、はい、宿題じゃないね。考えておきます。はい。縁側さん、長谷部さん、日本サッカー協会会長、本田さん監督を熱望します。まあ、これもちょっとエールだということで、通します。うん。三鍵チャンネルさん、個人的に決勝はアルゼンチンとポルトガルのメッシ・ロナウド対決になってほしいです。うん。まあ、ならないでしょうね。ならないと。うん。難しいと思います。わかりました。
本田さんのシルバーコーラさん、本田さんの試合中の解説が日本代表にリアルタイムに生かされるのを期待してますが、近くすぎて相手チームに伝わって対策されるのを恐れてます。先ほどね、森谷さんの耳につけたらどうだっていう案を本田選手言ってましたけど。はい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 。ね、つけましょうよね。はい、まあでもそんな評判がいい解説。まあ、評判っていうか、まあ、この間も全然、コスタリカ戦も想像とちょっと違ったんで、難しかったんですけど、相手もすぐ5バックにしてきて、結構サイドからスペースなくて、だから特にカウンターの時の方が解説はしやすいですね、うん、やっぱボールポジションやるとめちゃくちゃ専門的な話ばっかりになるんで、ね、うん、そうそうそう、だからそれを解説しろって言われても分かるかなみたいな、このスペースもうちょっとここ鎌田さんもうちょっと右に1メートルみたいな、森田さん1メートルバックステップしてみたいな、ここも渡るここつけれるやろみたいな、この辺の会話とかばっかりなるんで、もうそうなると実況の寺川さん喋る暇なくなるんで、ちょっと確かに、うん、それは困りますから。まあでもピッチに名前つけたらいいかもしれないですね。みんなでわかるね。ここの位置はここって呼ぶってなれば、本田さんがここだって言ったらここだってわかるみたいな、ね。はいはいはい。バスケはそうらしいですけど。はいはいはい。まあ、じゃあ次です。イーさん、サッカー史上最高の試合は何だと思いますか。難しいな。いっぱいありますよね。うん。うん、なんかもうパッと出てくるのっていっぱいあるんで、ちょっと難しいですけど、なんかよくわからん、もうそのこんなことが起こんねやなっていう風な試合は、昔のチャンピオンズリーグ決勝で、うん、ミランとリバプール。ああ、やっぱそれですか。いやだってあれ俺前半しか見なかったですよ、真夜中やったんでね。で 3-0 やったでしょ。でそこからリバプールひっくり返して、そしたら変わってた、変わってた。でだ新聞見たで、これ目疑いまた2度見しましたもん、新聞を。まあ、じゃあそれが歴代だと、内田篤人さんがカタールでザッキーローさん、ザッキーローニさんに会ってましたが、本田さん会いましたか。あ、会いましたよ。あ、会ったんです、ね。うん、ザックは、僕のところまで来てくれて、挨拶して。素晴らしい。うん。矢野大輔さんも来てましたね。もう、たぶん会ってないだろう。あ、大ちゃんもね、来てるよね。あ、会いました、会いました、会いました。グリーンさん、アイドルながらバリバリサッカーも解説する影山由佳さんを知ってますか。印象を知りたいです。ドイツ戦後に本田さんに質問してました。はいはいはい。知ってますか。はいはい、この間初めて仕事でお話しさせてもらって、すごくあれですよね、サッカーを見てるんですよね。詳しいですよね、うんうんうん、賢い、自身もサッカーやったし、珍しいですよね、アイドルですよね。そう、サッカーには貴重な存在で、もう引っ張りだこですね。まあそうでしょうね、はい、何でしたっけ、アツトが言ってたんだよな、なんか挨拶の仕方。ああ、ゲーゲンプレス、ね。ゲーゲンプレス。手書きは覚えてないけど、はい。すごいよね。ゲーゲンプレスが出てくる。まあ、また今後ね、絡みがあると思うので、よろしくお願いします。カシスターさん、町野選手についてどうお考えですか。遠藤選手が出れなかったら、森田選手のアンカー起用ありですか。町野選手はあんまり見たことないかもしれないですね、まだね。そうなんですよ。うん。うん、だからそこはちょっと、まあ、明言避けるとして、森田さんのアンカーは悪いんじゃないですか、うん、全然あれだと思います、はい。大西さんという方、南アフリカのカメルーン戦でファンになりました。直近の目標はワールドカップで日本がポッド2に入ることかと思います、うん、ポッド2に入る上で何が必要だと思いますか。まあ難しい質問ですかね、これは。うん、難しいですね。まあでもまあまあもっと上に上がっていかないとあかんってことですよね、ランキングでね、はい、うん、スペイン戦で誰か確実にミドルシュートをバシッと決められる選手がいたら誰だと思いますか。これあとね、あれでちょっと時間で言うとあと7分ぐらいにしましょうよ、はい、今ちょうどちょっと質問を打ち切ってほしいですね、これ。そうそうそう、だからこれ言ってあげた方がいいんですよ、はい、だから事前に言っておいたらみんなも徐々にスパチャをやめ始めるんで、あと7分ぐらいなんで、皆さんもうあんまり投げなくて嬉しい話なんですけど大丈夫ですよ、はい、はい。オシムさんはどんな監督でしたか。なんかね、独特なんですけど、はい、うん、まあ、サッカーの魅力というよりも僕はなんか人としての魅力が、うん、戦争をねやっぱ経験してる人ってやっぱ、うん、人間の幅が、人間力があるなという印象を受けましたね。まあ、あとじゃあ次のタクさん、先ほどのミドルシュートを決められる選手誰でしょうか、スペイン戦。いや、わかんないですけど、まあミドルじゃなくてもいいんで、
まあでも三笘さん、竹、まあ伊東純也さん、うん、森田さん、だからこういうところが、でもちろんフォワードはね、もちろんですけど、うん、どれだけ攻撃に絡んでいけるかっていうのはかなり守備に奔放させられるのは間違いないんで、こういった選手がいい取り方をしてから攻撃に絡めたときは、前のフォワード、まあ、タクマになるのか前田さんなのか、ちょっと上田さんなのか分かんないですけど、まあ、そうなったときにチャンスは できるでしょうね。ちなみにコーナーキックどう見てましたか、本職の小田選手から見たら。微妙ですよね。あ、キッカーが悪いか、連携が悪いか。いや、どういう意図かが分かんないっていうのは、ちょっと、意図分かります？分かんないです。そうなんですよ。そうなんですよ。そこなんですよ。だから別に、これキック次第やろみたいなのとかやったらいいんですけど、うん、あんま意図が伝わってこないんで、でも多分意図はあるんでね。うん、でも意図は、分かりづらい。はい、うん、僕のセットプレイは超意図分かりづらい、分かりづらい。ニアしか狙わず、ニアで、それで大阪選手やったから、やっぱそれは、やっぱ大事なんですね。はい、信じること。信じて、はい、伝える。はい。T さん、監督のいる位置とスタンドから見る位置とでは見え方違います。これさっきも同じようになりましたけど、うん、違うんです。ラグビーは上で見てます。まあ、違うってこと、ね、違う違う、はい。これはまだ今後いろんなやり方があるでしょう。うんうん、瀬川さん、久保選手の中心のチーム作りをした方が今後はいいと思いますか？日本代表久保選手を中心した方がいいと思いますか？まあ、竹が中心にならないと、めちゃくちゃ生きないタイプであることは間違いないでしょうね。ああ、なるほどね。だからそれを象徴するのがこの間のドイツ戦ですし、一人のほんと一つのコマで使われるときに、他の選手よりも竹の方がちょっと分が悪いんですよね。僕も前半で交代すると思いましたし、でもそれが竹の成果ってのはまた別の話なんで、うん、で竹の中心のチームを作るべきかは、それもそんな言うほど、口で言うほど簡単な話ではないですよね。うん。まあそこはまあ今後の本人のプレーとかも。そうですね。そうですね。じゃあ藤田さん、私は年中の男の子5歳子供がいます。プレーは無駄にボールを追っかけて味方のボールまで奪うプレースタイルです。本田さん的にサッカーをうまくさせるにはどのような練習やマインドが必要だと考えてますか？マインドは、まあ、後付けなんで、はい、レベルの高いところで、プレーさせてあげるっていうことが、まあ、大事かなと。競争力のある場所で毎日やらせる。環境ですね。そうすると環境をちゃんと手を整えてあげると、メンタルとかはマインドは後からついてくるかなと思います。なるほど。その環境が今ないんでね、本当気をつけた方がいいです。日本は AFC 離脱したらどうですかという、まあちょっと難しい、これもあれですけど。どうなのね、 AFC 離脱したら。いや、どっか入れてくれ。だから上原に入れてくれるかっていうところで、まあ入れてくれないでしょうけど、チーム的に。うん、無理っすね。監督、選手、投資家、協力者、父親、毎日とてもお忙しいと思われますが、24時間を有効活用する秘訣を教えてください。まあ、ちゃんと寝る。おう。で、健康的にできるだけ、過ごすっていうことですよね。めっちゃ難しいですけどね。でももうこれはもう日々挑戦だし、毎年挑戦してますけど、うん、反省点はまあ常々こう出てきますよね、新しい、うん。はい。じゃあ中田英寿さん、中村俊輔さんのようなパッサーが今の代表には必要ないでしょうか？パッサー、まあ確かに現代サッカーパッサーが減ってるとかあるでしょうけども、これでどうでしょうか、日本代表に今パッサーが必要じゃないでしょうか？今も別にパスできない人はいないわけじゃないんですけどね、ただ違う能力が際立ったりとかしてるから、パサーっぽくないだけの話で、うん、でも確かにちょっとなんかそういう選手が出てきてもいいですけど、そういう選手がもう多分淘汰されるんでしょうね、うん、選ばれてこないから、うん、出づらくなってるんですね、うん。個人批判をするつもりはありませんが、日本のゴールキーパーのレギュベルは世界と比べてどうですか？コスタリカ戦、前回のコロンビア戦の壁を通されたフリーキックなどなど、うん、今回は片手取りに行けばよかったんじゃないか。まあ、権田選手ですね。うんうんうん、まあ、でもその通りですよね。キーパーってやっぱサイズがね、かなり重要視される中で、まずサイズのディスアドバンテージが、まあ、日本のゴールキーパーにはあるんで、まあ、もちろんそういう歴史的に見ても差はありますよ。うん、でも、それでもめちゃめちゃ追いついてきてるっていうのは間違いないんでね。差はあるけど頑張ってる。で、まだもっと頑張らないといけない。で、埋めるのがものすごい難しいポジションでもあるかもしれないですね。はい。
じゃあ、カイさん。前田選手と浅野選手を予想スタメンにしているのは、スペイン戦でプレッシングに行くべきということですか？まあ、守備からカウンター、両方考えた上で、まあ、それがいいんじゃないかって思ってるっていうぐらいですね。まあ、もう分かんないです。こればっかりは手元に置いてないんで、僕の感覚は、やっぱ手元に置かないと、実際分かんないですよね。うん。うん、だから、森保さんはそれで判断すると思うんで。はい。ライセンスは取得されないのでしょうか？まあ、これは先ほど答えがあったんですが、しないチャレンジャーであるということですね。一応ね、もうこれ、戦うだけ戦ってダメやった時にはどうするか考え直しますけど、はい、今のところ、取らないことを、あえてやってるので、おうおう、だから、アホな人が言うのは、選手と監督は違いますと。指導者も指導者との勉強をしないといけないですと。それを聞いていつも思うのは、いやいや、ライセンス取らないとなんで指導者と勉強できないんですかと。うん。分かっとるわと。わかりました。まあ、だから今は挑戦して取らない。あえて取らないという。じゃあ、だって、もう本質的じゃないです。ないですもん。だって、いらないですもん。ライセンスだって任意でいいじゃないですか。いや、まあ、まさに。ね。本当そうなんですよ。これもうフィファ、もうウェファもなくせばいいんですよ。既得権益でしかないから。うん。うんで金払えばいいんですよ。もしそれで金の問題なんやったら、500万でも1000万でも買わせればいいんですよ。払って。うん。そしたら、じゃあ儲かってもっといろんなところに、ま、育成とかにもっと回せて、日本サッカー、日本サッカーだけじゃなくて、世界のサッカーもっと回っていくじゃないですか、お金が。確かに。もうでも時間そろそろですよ。はい。あと3つぐらいにします？日本の教育を変えようと思っていますか？いや、変えよう。僕はスポーツアカデミーを今ちょっと作ろうとしてるんで。おお。はい。インターのスポーツアカデミーをちょっと日本に作りたいなと思ってるんで、はい、まあ、そのうち、ちょっとまだこれあんまり表出せない情報なんですけど、そのうちまたしっかりオフィシャルで出せればなと思ってます。わかりました。本田さんと同世代の女性です。本田さんが戦略的な思考がすごいなと思っています。私は会社員で割と高収入で安定していますが、今やってる仕事に飽きてきてしまいました。とはいえ、他にやりたいことがあるわけでもなく、悶々としています。自分が夢中になれることを見つけるために何かアドバイスをお願いします。自分、まあ人生一回なんでね、刺激的な道を選んでほしいですよね。もう収入で言ったら僕は安定一切してないですからね。うん。だからでも余裕っていうのも大事なんで、余裕があるから新しいことをチャレンジできるっていう考え方もあるんで、まあそれだけ安定してきてるっていうことを認識してるんであれば、うん、思い切って別に次のチャレンジ、その状況下で次のチャレンジできる準備をしていけばいいんじゃないですかね。娘がパラスポーツで世界を狙っています。予選にコンディションを整え挑み、日本選手権出場を決定した瞬間にクラスアウトで剥奪され、納得いく説明がなく、なかなかショックから立ち直れません。親として何かできることはないのかと悩む毎日です。まあ、ちょっとこれだけじゃ分かんないんですけど、クラスアウトってのは基準があるんですかね、いろいろパラスポーツには。それで権利が剥奪されたってことだと思いますが、いやー大変ですよね。その辺のルールはなんかこのライセンス、コーチングライセンスと一緒で、本当ね、上の人たちが優秀じゃないと本当ストレスですよね。うん、わかる。気持ちわかる。わかる。じゃあ最後に、はい、VAR などのテクノロジーの導入についてどうお考えですか？テクノロジーのそういうサッカーへの導入、まあオフサイドもね今回。うんうん、ありましたけども、いやまあまあもうそれはもう決めの問題なんで、僕はいいんじゃないかなと思いますよ。でもなんかその割にはなんか使い方は微妙やなと思いますね。まあ、テクノロジーのね、うん、もっとスムーズに変えられるような、うん、と思いますね。なんか特にオフサイドの取る遅さはめちゃ気になりますね。まあ、うん。まあ無駄な時間がね、生まれてしまう。うん、そうですね、ちょっと今日僕はいたから読みすぎて大変だったでしょうけど。はいはいはい。じゃあまあこんな感じで、今日はちょっと終わりたいと思います。え、明日の何時？ 10 時ですよね、こっちは。だから日本の朝4時。皆さん、日本の朝4時なんで、どうするのかな、その場合。みんな仕事は休むのかな、翌日。行くの？いや、もう起きて、行くの。起きて行くの。だって4時だったら、早く寝てね。早くする。4時に見て、そのまま6時ぐらいに終わって、仕事に行くってこと？はい。
それは大変。でも本当に5時ぐらい起きてますよね、今ね。今でも5時で4時にしようかって考えてて、でも4時にしたら多分全部会食をキャンセルしないとなんで、うん、睡眠時間確保できないんで、うん、だそういう意味では、まあ、同じようなもんですけど。なるほど。早寝たらいけるのか。はい。はい、ということで、皆さん、明日の朝、あさっての朝4時、ぜひ、ちょっと見てください。ちょっとね、奇跡を、もう一回。実力的にはだいぶ厳しいですけど、でも奇跡は起こるんでね。ですよね。奇跡、森保さんのマジックね、森保マジック。森保マジックをもう一回出してもらって。もうそれ出えへんかったらもう今後のことをみんなで話し合おう。緊急会議じゃお願いします。うん、その時はまたここで緊急会議を行うんで、ぜひその時にはまた質問をしに来てください。ありがとうございます。またやりますとか言っていつもやらへんからな。また来てください。はい、では皆さん良い睡眠を。